ラスカルジェスターですから、さあ見ていきたいと思いますね。あ、トリンケットで見えたのか、なるほど。あ、トリンケットでゴーレムのところに置いたトリンケットか。あー、なるほど、なるほど、なるほど。ちょっと改めて見直してみないとちょっとあれですけれども、それがあって急いで来たということですかね。あ、なるほど、そこでカウンターを決めるっていう判断ができるのがすごいですが、さあバンピック進んでおります。リベン、ケネン、ゼラス、リサンドラと。おー、リベンはこれ国奥選手のターゲット番ですよね。ですよね。そしてケネン、リサンドラもほぼそういった形ですね。ゼラスもスコッティ選手へのターゲット番ですね。そしてニダリ、これもアパメン選手が使ってましたから、それの対策というところでバンと。さあ、そしてラストバーンとなります。やっぱりあれですね、進んでくるにつれて上2つはほとんどターゲットバーンに使いますね。使いますね。そしてまあブルーサイドも3バーン全部ターゲットバーンに近い形だと思いますね。これが使うでしたが、何あっデカリム、まあ先ほどティット選手使っていましたからね。さあ、ほとんどのチームがヘカリムに対して真岡で対処してるんですが、ラスカルジェスターはそれをしないと。おさあ、カリスタもオープンですね。今回はセブンスヘブンは得意チャンピオンを自ら潰すということはしてないですね。ジャンナであったり、そういったカリスタであったりといったチャンピオンは空いてますよね。さあ、AD キャリアファーストピックすると、先ほどのインタビューの映像で流れてましたけど、リキピー選手は一つメイキ選手を注目していると、アグレッシブなプレイヤーだからという点において、その AD キャリーの見せ合いというのはどうなのかなというところもありますけれどもね。カリスタファーストピックロックインしましたね。まあ、今回はどうでしょう、カリスタダメージが出せるチャンピオンですから、メイキ選手にある程度フォーカスした構成にするのかもしれないですが、まだこの段階はわからないですね。そしてレクサイスレッシュと、まあ、リルベルト選手のスレッシュは言うまでもなく素晴らしいプレーを続けてますし、アパメン選手ジャーバンではなくレクサイというところで、ジャーバンのナーフもしくはレクサイのパワーというのを、チャンピオンの性能というのをちょっと大きく評価しているのかなという感じがしますね。ルルナーはロックしましたね。ナーはロックしましたね。ナーはロックです。ヒントン選手は今回からですか、ラウンド8から9にかけてこうメレーでもあったりと、いろいろプールを増やしてきてますね。そうですね、前回までは AP のレンジのチャンピオン、まあ、ブラッド、ケネンといったチャンピオン多かったですが、ここに来てタンクのチャンピオンもプールにあるよということを見せてくれてますね。ナーでルルオもロックインしましたね。さあ、ルルロックですね。こうなってくるとターゲットバンの懸念であったりだとかはなかなか通用しないよというのも、今後空いてくる際にこのティントン選手は一つ何か壁になるような存在になりそうですね。そうですね。そしてこのルルをどこで使うのか、ミッドなのかサポートなのかというのも一つ気になるところですが、そして対してラスカルでした。これは明らかにセブンセブンとしては集団戦のエンゲージ、ウォンボーコンボを狙った構成ですから、ラスカルジェスターどういったピックを見せてくれるのか楽しみですね。例えば CC の対策であるモルガナをどっかでトップやミッドで使うのか、もしくは敵のバックライン、カリスタを狙っていくような構成を見せるのか。ほほー、ビクター来ましたか。ビクターとイズリアルですか。ビクターはまあ難しいチャンピオンですが、チームファイトのところでこれもしかしてバックライン狙ってきたナーを狙うんですかね。あー、なるほど。入ってきたところを W 敷いてスローで回答しつつスタンしたところをビクターとイズリアルがフォーカスするという狙いがもしかしたらあるかもしれないですね。ただビクター使えますかね。本当に難しいチャンピオンだと僕は思ってるんですが、非常に難しい、難しいチャンピオンだと思いますね。ブリンクがない、そして MS バフもない、一応あるにはあるんですが進化させないとないというところで、そこは難しくされるのかなと。アシオペアとモルガナ、ジャングルが
少しこれはエンターテインメントになりそうですね。セブンセブンのピックが非常に面白いですよ。カリスタ、ルル、ナー、カシオペア、モルガナ、誰がジャングル行くんでしょうか。モルガナですか、もしかして。いや、回れないよな。ルルは一時期ジャングルというのもありましたよ。カシオペア、カシオペアでもその場合スタックがたまりませんから、時間をかければいいよねということだ。ちょっとわからないな。困惑しますね。困惑しますね。ただこれがね、セブンセブンはこういったなんていうんですか、ゲームでエンターテインメントを追求したいっていうのは一つ目標として掲げてるチームですからね。さあラストピック、ランブルですかね。ランブルですね。さあランブルを取りました。問題はここがどういう配置になるのかが注目したいです。まだ少し時間がありますから。さあルルジャングルですか。ルルジャングルですか。メイキさんがルル AD キャリーではないですか。カリスタジャングルかなと思ったんですが、確かメイキさんできましたよね。ルルで AD キャリーというのは何度か僕は見たことがあります。ですがそうではないようですね。ツイステッドフェイト AD キャリーみたいな、そんな感じで、はいはいはい、自分も守れますし。そういうわけではないようですね。ルルジャングル、どのように運用してくるのか、まあ、一つ楽しみですけれども、どうですか、ルルジャングル分かりますか。分からないです。はい。申し訳ないですが分からないです。まあ見て確かめましょう。はい、これはそうですか。はい、ちょっとサムナースペルじゃあねオープンになりますけども、このようになってますね。さあそれでは皆様お待ちかねのアンケートでございます。このパンハンドピックを見て、勝利予想をお願いいたします。セブンセブンなのかクルーズラスカルジスターなのか、アンケートお願いいたします。なんか期待も込めそうな感じですけど、ただクルーズラスカルジスターの構成も非常に強いですからね。かなり強力な構成になっていると思いますね。いやどうなるでしょうか。さあそれではそろそろよろしいでしょうかね。アンケートの結果をそれではお願いいたします。セブンセブンが 65.2% ラスカルジスターが 34.8%。 ほわー、ルルジャングルに皆さん期待してますね。バンピックのところでルルをジャングルに使うつもりはなかった。いやでもあったのか。あったと思いますね。これは仕方なしではないですよね。でもビクター相手にだってルルは立ち回れると思いますから。ただちょっと厳しいことは厳しいですね。はいはいはい。じゃあレボルさん、改めましてチームの狙いについて聞きたいんですけれども、セブンセブンは基本的に集団戦にフォーカスを置いてると思います。なあの集団性の能力、ルルも集団性能力高いですよね。カシオペアもそうです、カリスタもそうです、モルガナもそうです。ですからまあ基本的に集団性になるんですが、フォーカスするところとしてルルがどういう動きをするかですよね。基本的にモルガナはブラックシールドをナーにつけると思うんです。そして、カシオペアとカリスタが後方に5つダメージを出す。ルルがどういった動きを見せてくるのかが鍵になってくるのかなと。対してラスカルジェスターもチームファイトに一つ力を入れている構成ですよね。ランブルがバックラインに対して圧力をかけつつ、まあ、前線をイズリアルとオビクターが溶かしていくと。そういう形になった時にルルはそうですね、臨機応変にはなりつつも基本的にはナーにウッドを使うような集団戦の形はなると思う。集団戦の形はそうだと思うんですけど、はい、問題はレーニングフェーズですよね。まあそうですね、圧力をかけられるのか、またどこのレーンに圧力を、まあ、ただボットレーンはカリスタ VS イズリアルということでプッシュ的にはカリスタの方がまあかなり有利だと思います ね。ということはまあ押せます。サポートのマッチアップ的にもモルガナの方が有利ですから、ボットレーンは有利だと思うんですが、ミッドレーンのこのカシオペア VS、
ビクターですけれども、うまく立ち回れるのであればビクターなのかなと。ただそれにしても、いや、スキルマッチアップに近いのかなっていう感じがしますね。ってなるとトップレーンですかね。 2レーンはまあ確定でセブンセブンとしては有利なレーンを取っている印象もありますね。トップは確かにナーの方が有利ですね、ランプに対しては。ユルガ3回ですか、このマッチアップですよね。はい、ナー VS ランブルはナーの方が有利だと思いますね。ラスカルジェスターとしてはそれは分かっていると思いますから、そう無理はしないというふうに言葉はしないと思いますね。ここですよね。いいですね、いいですね、レボルさん、深いですね。分からないですね。あ、ここですねって言った瞬間のこの深さがまあ見て取れますけれども、さあそしてミッコだよ。ここ互いにブリンクのない、チャンピオンで、そしてガンクでいうとやはりネクタイの方が得意だと思うので、そういったところでカシオペアはちょっとレンドコントロール難しくなるかもしれないですね。ブルーのガンクってどうなんだ。ダブルから入ってインから Q をつけてピチピチ殴るって感じじゃないですか。そうなりますよね。ちょっとビクターはかわしやすいのかな、ビデオをかわしやすいのかなという感じがするんですけどね。そして注目やっぱサポート勝負ですね、このチーム同士の対決だと。だと思いますね。1戦目エンティ選手のモルガナのスネアの精度素晴らしかったですからね。あわや試合をこう引き寄せるようなあっていうスネアを何度も見せてましたからね。一方ラスカルジェスターもリルベルト選手の復活素晴らしいですからね。さあ始まりました、 LGL2015 シーズン1ラウンド9第2ゲーム、セブンセブン VS クルーズラスカルジェスターのゲームを見ていきましょう。さあブルー側に陣取っているのがセブンスヘブン、パープルサイドに陣取っているのがクルーズラスカルジェスターとなってますが、ステータスが面白いですね。ヨシエク選手 AP18 積んでますか。ルーントマスタリーでかなり確保してますね。多分エースも確保してるんじゃないでしょうかね。こちらちょっと気になりますね。回れるのか、ちょっと注目してみましょう。あ、はい、スタック食べましたねクロックレー選手今。あ、そしてここもエッジが、そしてこのセブンセブンのこのね、このダンスですよ。今回は無益選手見せてくれないですね。今回は見せないですね。ただこれ意識してますよね。してますね。手振ってますからね。さあゴーレムスタートですか。確かにルルはオートアタックにパッシブが乗りますから、ゴーレムのスマイトのバフと相性は確かにいいですよね。そしてトップに圧力をかけるためにもボットサイドから始めてという感じですか。このルール、まあ、注目したいですね。吉明選手コメントでもありますけど、エンティさんがエンティ選手がチャンプ持ってないからこうなったんですかね、もしかしたらそんなことが。彼は確かその LOL のデッキはあんま長くないですね、はい、チャンピオン持ってないという可能性もなくはないんですが。いや、これどうなんでしょう。どうなんでしょうね。そういえば何でしたっけ、 1回セブンセブンのゲームでウラジミールを使おうと思ったらウラジミールをエンティ選手が持ってなくてトレードできないから代わりにというも確かありましたよね。ありましたね。確かツイッター上でそれを喋っていたタイミングがありましたから。ただ回れてますね、回れてますね。ヘルス非常に高い状態で回ってますよ。特にないです。回れてますね、回れてますね。まあトップレーンはそうですね、そうなりますよねっていうことなんですよね。ラスカルジェスターとしては、まあ、スワップを選択してもよかったかなという感じではありますよね。ただまあルルを咎める、ルルやはりどうしてもコンペはそこまで強いと思えないですから、ネクタイの能力を生かして捕まえてという考えるとスワップするよりも
2-2で当たった方がいいのかなと。アルルジャングルはチームランクでも見せてた。あ、ってことはやってるんですね。まあ楽しみです。本当に楽しみですね。まあやはり紫を選択しましたね。強気、かなりセブンセブンは強気ですね。あー、メキフレ避けた。ブロックシールドがある。あー、いいダメージ交換ですね。ただしあまり押してしまうとレクサにとがめられてしまう可能性があるので、あ、ちゃんとトリンケットワール置いてますね。あ、バネ選手が普通にルーバフを選択です。うわ、ここも当てますね。本当にこれが一つエンティの強みですよね。レーンでしっかりと圧力をかけられてますよね。ここでセブンセブンとしてはほぼ全連押し込める形になっていて、ルルがどう立ち回るかで連の勝敗がここから変わってくると思いますね。もしくはレクサイの動きに対応するか、そしてレクサイが先手を取るか、どう考えるか。ラスカルジェスターとしてはボットレーン負けてしまうのは、まあ、いずれよりだからこそ仕方がないと考えて他のところにフォーカスすると思うんですが、となるとやはりミッドですかね。スタックは現在80ですね。そして CS もイーブンですね、完全にミッドレーン、はい、トップレーンが少しやはり面白い形に、国国選手のランブルが押し込んでる形というよりもティントン選手が無理をしてないのかもしれないですね。近くにルルがいない、ボラがないということで、そしてレクサイの位置がわからないということで、これだけこうなってるのかな。もっとワードしたところ打ち上げた、クロックフラッシュダウン、これですよね。その互いにブリンクがないということで、先にジャンブラが仕掛けた方がどうしてもフラッシュを落とされてしまうということですよね。どちらも 1v4 は非常に強力なレーナーなんですが、ガンクに対しては丁寧に気をつけなければこうなってしまうと。ルルは青いきますか。そうですよね、メイガスですよね。一つここでミッドの有利を取ったラスカルジェスターとしては、それを押し上げたいところではありますが、押し上げそうですね。ミニオンウェーブも相当溜まってますから。これでしっかりと CS を維持しているトップレーン、国国選手素晴らしいと思いますね。ここで離されてしまうとドラゴンファイトのところ、もしくはリルのガンクで倒されてしまう可能性がありますからね。かなり、あとちょっとロストしてますか。してますね、してますね。 6CS、まあ、ガンクを受けたことによってこの影響でしょうね。ここまでただ展開的にはかなりパッシブな、まあ、ゲームの展開になってますね。さあスネアが決まっている。ゆき無益、2回は殴れましたね。さあここただランタンという形。吉明選手はワードを展開して特にガンクに行く素振りは見せませんね。順調にジャングルを回っている動きというのが一つ多いです。そうですね、どっかのレーンにプレッシャーをかける。今からかけますかね。いやでもかけないですよね。向かおうとしてはいますね。さあ向かいますか。こちらで一応スタンバイ。ただレクサイが映りましたね。さあ、画面選手が映ったことによってカウンターを仕掛けようという発想であれば意味がないということで戻りますか。戻りますね。で、あ、ピンク発見。レクサイがかなりミッドに力を注いでますね。まあ、それもあってシエスタが開いて、おーっと、ま、これいくか。いや、ただウルトリキピー、いい返しですね。いい返
しいですね。ここでここに来て復刻選手が返してますね。トップのレイニングのところでドランズシールドを選択しますから、あ、リルベルトこれで狙ってますね。さあフック無益にかかったー、ファーストブラッドーヒール使う暇がない、ウルトのダメージ、そしてニキピーに1キルを渡す形、素晴らしい。これがリルベルトのスキルショット精度、エンティオン素晴らしいですが、さすがリルベルト選手ですね。大天使ですから、大天使ですからね。いやでもこの人に精子を渡したらいけないですのかもしれないですね。あ、なるほど。あ、そしてヒールは使ってましたね、もう。あ、使っていっても、あ、はい、メイク選手はもう使ってたんですね。そうか、パワー下のところで使ったところで使ってましたね、はい、なのでリキピ選手はまだヒールが残ってたということで仕方ない。青バフの管理ですね、ラスカルジェスタ、これは大きいですよ。ここでカシオペアに青を渡さないことができると大きいと思いますね。ここ完全にミッド周辺の視界をラスカルジェスターが握ってますね。ピンクワードも使って視界ちょっと見てみましょうか。これが今、セブセブの視界ですね。そしてこちらが完全に、視界、もう取り全て取ってますか。全て取ってますね。入り口、ミッド周辺の特に入り口ですね。でちょっと奥まったところまで取れてますよね。これクロックレイ選手辛いレーニング強いられてますね。ただそれでも CS を取っているというのはさすがと、さすがだと思いますね。あとここでティントン仕掛けた、これコグコグ少しまずい立ち位置だ。メガナにもなる、あーコライザーを切らされた。いや今の誘ってたんだと思いますね。入ってきたらレクサイがカウンター割ってたと思いますね。寄ってましたからね、はい、さあ仕掛けたクロックデイ、あーただダブル、やはり正面でこう追いかける、あ、それでもダメージ効果しっかりと成立してますね。ここで入っていきたいところですが、青枠取られたこと分かってると思うんですが、さあ吉明が入ってくるボットレーン、どのようにしたらやはり一つリルだと仕掛けづらいというのがあるんでしょうかね。ちょっとルルらしさというのがまだ見えないのかなと。やはりルルはチームファイトになってから一つ輝くのかなという感じがしますね。ですからそれであればもうちょっとワードを買ってもいいのかなと。完全にマップコントロールを奪われてしまって、このままラスカルジェスターが有利にビジョンコントロールを進めることになってますからね。それに対してなんとか対抗したいと思うんですよ。これ仕掛けるチャンスではありますが、まあ、ミニオンウェーブがあるというところですね。ブルーバフを取られても関係ないですか。マナーは持ってますね。さあ狙ってますよ、この立ち位置は狙っていますからね。さあ現在12分という段階ですね。走った走った走った。さあトップレーン、トッピングということですね。完全に右側かけてますね。これクロックレー選手大丈夫ですか。レクサイの位置分かっていい。はい、ヘルスの有利を取っていますかね。リコールさせることには成功してますから。成功してますね。ただイグナイトもありましたし、ウルトもありました、フラッシュもありました。というかイグナイトなんですね、ビクター。強気だな、気づかなかったですね。例えばこの構成であれば CC が強力ですから、クレンズであったりゴーストであったりしなくていいなんですよ。本当に強気ですね。ここもそうですね、置かれたの分かってますね。完全に抑え込んでますよね。あ、ミッドね。ああ、ただやはりこう、いや、すっごいダメージ。こうなりますか。タワーのミッドレーンのそのタワーの部分で
大きな差ができてますね、はい、これをカバーする形でモルガナが水の視界の確保に動いてますが、比較的にも今トップラインでは確かに少し300コールド差が生まれてはいますが、ミッド、あ、キャリー陣同士の金額差というのは現在生まれてませんね。あー、フラッシュスポティハンター早いからの、あー、ブラックシールドウルト、イグナイトは当たってない。いやー、ルルのウルトまで使わされましたね。これは大きいと思いますね。これを生かして、おっと、ウルトは、おー、あー、当たらなかった。これで CG ができますね。ダークロックいけない。さあ、リールベルト、この立ち位置、この立ち位置からフック決めた。ウルト展開、エッティ前に出てカバーをするが、さあ、ここテレポートも入ってくる。倒し、逆に倒したのはクロックデイ、そしてディントンの DP スコッティ、フラッシュない、ダブルキル持っていくのはクロックデイ。エンティ、ナイスウルト。奥の視界が取れてないのに仕掛けてしまったことがラスカルジェスタ、裏目に出ましたね。素晴らしい。あ、ただ TB そう、ウルトはある。さあ、リキピ一度バック、クロックで前に出る。さあ、パメも寄っている。ティントンかなり強気、メガナになるぞ。さあ、ゲージは一度溜まりましたが、ドラゴンまで触れないですか。さあ、ここ触れますね。いや、触れないですか。ラスカルジェスターとしてはうまく対応しましたね。一方、セブンセブンとしてはリードを広げるためにもドラゴンを取りたかったですね。だからもうワンチャンス何かがありそうですが、ジャンプできっちり避ける。もう一度ドラゴンの前に圧力をかけているラスカルジェスター。セブンセブンは一度リコールを挟んでいる。ドラゴンを開始している。さあ、ティントン、あー、フック捕まった。打ち上げがあるが、ヒールきっちり2回ジャンプ下がることに成功。そこにエンティスネア、クロックデイがダメージ出す。ゴグゴグウルト打ちますが、さあ、そして無益ヒールを使ったのはリキピー。セブンセブン1キルゲットですね。これ今の一連の動きはセブンセブンうまくやりましたね。一方、ラスカルジェスターとしてはちょっともったいない動きが連続して続いてしまいましたね。さあ、ファーストドラゴンですね、ゲットしたのはセブンセブン。うまくミッド周辺の視界のコントロールができていて、ただしレースのところまで視界が取れてなかったにもかかわらず仕掛けていってしまって、あ、一連のキルが起きてしまった。非常にもったいなかったですよね。お互いにブルーバフは交換になってますが、ミッドレーンに渡っているのはラスカルジェスターですね。さあ、ヒットのファーストタワー折れそうですね。折れますね。さあ、フックから、リキピーのウルト、そして無益はスキルショットを避けたい。かなりステップしてますが、仕掛けてからのカウンター、ここすごいですね。そのティオフ・ザ・ゴッテスのルートなのにもかかわらず 2-2 で勝つというのはさすがリルベルト選手の力もありますけど、リッピー選手も素晴らしいなという感じがしますね。そしてミッドのファーストタワー降りましたよね。これ先ほどミスでちょっとセブンセブンに流れが傾いたかなと思ったんですが、まだまだ流れを渡さないですね。このやはりラスカルジェスターといえば、やっぱボットレーンのこのデュオっていうのがやはりチームとしてのカラーでもありますからね。ここがやはりと勝たせないよという動きが強いですね。強いですね、そのここでもしメキ選手がそのしっかりとレーニング進める、もしくは倒すようなことをしていたら完全にセブンセブンに流れが傾いてたんですが、逆に倒すことで、ラスカルジェスターが倒すことで流れを取り戻した感じはしますね。そしてミッドのファーストは折った。そして先ほどと同じように視界の掌握を進める、これを活かせるかどうかですよね。先ほどはうまく活かせませんでしたよね。トップにローテートですか。いや少し面白い形ですね。まずはピンクを動くからですか。
ボットレーンにただ行きます。クロックレイン見つけた、レーダー2人感知、ソナーで感知、ランタン投げますが E のブリンクも持っていると。さあそこにエンティスネアを狙おうというコースですけれども、まあお互いここで完全にミッドのところ視界を奪いましたから、このままトップに観光するとラスカでした。非常に面白いんですがね。なるほど、この後ですね、この後ですね、あボットタワーを降り切ることには成功しましたね。ただトップには流れる素振りはなさそうですか。ちょっとミッドの視界を取ってしっかりと確保できているにもかかわらず、それを活かせてないのは非常にもったいないなという感じがしますね。一方セブンセブンとしては、まあ、ミッドの視界取られていて非常に怖いでしょうが、それでもリスクを負ってレーニングを進めることで、まあ、差を広げられてないのかなという感じがしますね。あやはりこの状況でファンするというのはリスクを負っているとだと思いますね。完全にそのビクターとレクサイの動きが確認できないような状況なわけですから、それでもレーンを押し上げるような動きを見せているのは、まあ、リスクを負ったプレーなのかなという感じがしますね。そうただ3キル持っているのはこのクロックデイ、装備もかなり進んでいますね。アリサルにしましたか。ルルが涙を積んでいますね。はあ。ゴッティスです。あそしてセブセブここで変えた、ウルト打ち上がった、スネア確定、無益がステップで殴り合う、イコライザーを置いてここを1キル狙おうとしますが、しかしそのまま CG はできないですか。わかりませんよ、いけそうですね。ヘルス回復してます。ただビクターが来ますよ。カシオペアいないですよ。あー下がりますね、下がりますね。そしてボットレーンではティントン、リキピットの 1-1、あと1回というシーン、フラッシュイン、1回、2回、スローが入った、3回目、いやー、ヘルス割り、あー、いいのブリンク、カシオペアが近くまで寄ってましたね、成功したとしてもカシオペアにキルが入っていたということを考えると、まあ、カシオペアにアシストもキルも入らなかったことの方がいいかもしれないですね。ただ、セブンセブンの方が先にローテート仕掛けてますね。さあ、クロックでウルト、さあ、フラッシュイン、避けた、フック避けた、ここはありえるぞ。さあランタで一度救出、ヨシアキ寄ってきてウルトを展開、ここはスコッティダーブルを張って止めますが、無益がまだ生きている、フリーですが奥までは行きません。今リールベルトチラッと後ろ、リールベルト選手チラッと後ろを向いてカシオペアのウルトによるスタンを避けましたね。素晴らしい。クロックデイ選手のたら返しも素晴らしかったですね。素晴らしかったですね。どちらも素晴らしいプレーを見せたと思いますね。現在21分という段階ですけども、タワーさんも1本ずつ、そして金額さんもそこまでありません。やはりウェブくらい非常に早いですね。もうゾーニア完成しますから。さあここドラゴンのためにティントン選手が降りてきてます。広告選手は TP があります。ムエキ選手はただトップにいるというのが一つ気になっている。交換するんですかね、ドラゴンと。しそうですね。常に取っているということを生かしてタワーを取りに行こうと、ゴールドを確保しようというのが狙いだと思いますね。ああタワー降り切りました。そして三木選手は降りることを選択。これすぐさま始めなければラスカルジェストとしては辛いですが、すぐさま始めますね。さあ始めました。セブンセブン、それを邪魔したい、邪魔したい。ティントンもゲージがかなり溜まっている。さあリッピーを狙いに行く、ダブル止まった、さらにカマもうフックで止められている。メガナーにはなった、ティントンやっとなった、攻撃ティレポート間に合っている。さあここの展開、イコライザーを守るように打ちましたが、クロックで武器がフリーだぞ。少しダメージ出して曲がらない、武器が1キル拾っている。11効果にはなっている。リッピーもまだライフはありますが、11交換、そしてそのままキャリー陣が残っている分、セブンセブンミッドのファーストターンに圧力かけられますね。これ間がないですかね、スコッティ選手。ここでミッドのファーストターンまで取るとなると、セブンセブン側の方が有利なトレードをしたと言えると思います。取れそうですね。ドラゴンをゲットしたのはちなみにグループラスカルジェスターですね。あただライフがかなり高いですよ。が無益がひたすらダメージを出しますね。いや守りきりましたね、守りきりましたね。おーリキピー素晴らしい。トリニティホース今削れるとは思いませんでしたけど、思いませんでしたね。
火力出ますね。ここまで育ってますからね。4キル取ったということがここに来てイズリアルのパースパイクを早めてますね。金額でも8300ですね。今クロックデイ選手が8400なので、ただメイク選手も8300持っているというのも大きいですよ。大きいですね。お、今しかもレッドバフ捨てりしましたね。スコーティ選手捨てりしましたね。捨てりしましたね。これでそうですね、ただラスカルジェスターとしては左右のタワーをもっと早く降りたいですね。ミッドのファーストタワーが折れている、そして維持できた、これは大きいと思います。これを生かして、ミッド、トップとボットのファーストタワーに圧力をかけて降りたいところですが、さあどういったここから展開を見せてくれるのか両チーム。あー、場面選手はトップレーンを持ち上げる、そしてミッドレーンでは4人で対応ですか。ここでタワーに圧力をかけられてないというのが一つ痛いのかなという感じがしますね。これでヤングタワーに入っていって押し込んでカリスタを下がらせてボッツのファーストタワーを取ると、まあ、こういった動きを、まあ、できればもっと早い段階から、まあ、見せたかったところですが、ここに来てようやくですね。さあ降りに行きますね。ここは降りに行きます。あとはミッドタワーが守れるのかどうなのかが大事なシーンですが、もうメイク選手はこれはもう無理だと思います。そしてレクサイまでも、レクサイがオラクルを買ってますからね、まあ、そのミッド周辺の視界のコントロールというのにかなり力を割いているというのがよくわかりますね。さあオブジェクト一切渡さずにフリーにアウターターレットを1本ゲット。これはうまいプレーと言えるんじゃないでしょうかね。うまいプレーだと思いますね。そのレクサイのウルトによる、ロングレンジのサイドに出しても大丈夫というところを生かして、それを、ナーに当てて、ナーを抑えつつ、ミッドに圧力をかけて敵のジャングルに入っていってボットのファーストタワーを取る、理想的なローテートができていると思いますね。ここもそうなので来てますね。さあ寄りましたね。ミッド、これ危ないですよ。さあ狙っているロプレイ、いやうまく Q を避けた、スネアム避けたが、ウルトフラッシュを切ったがイグナイトがある。フラッシュクロックで1キル拾っている。ただフックで4時上げを捕まえているのはリールベルト、一時効果に持っていく。さあリキピーのダメージ、エンティーがバックせざるを得ない。さあティットにもう一度フック決めていくのはリールベルト、アパメンが前に出る。リコライザーちょっと悲しみを背負った。ディット、ただ3-3-3、ただリキピーがフリー、ムエキもフリー、一時効果にはなっている。ムエキもう一度前に出た。リキピーがダメージ出しているのはクロックレイ、毒状態だからタワールターゲットが飛んでくる、無理はできない。2-3効果、タワーゲットしたのはセブンスヘブン。ティントン選手素晴らしい。あのウルトは完全にチームファイトの流れを決めましたね。これは大きな集団戦の勝利だと思いますね。これによってグローバルゴールドのところにも有利になりましたし、タワーを3つのタワーを折ったということでマップのコントロールという点でも一つセブンセブンが有利になりましたね。イコライザーがうまく決めなかったのが一つ痛かったですか。ここですね、見事ですね、クロックデイ選手。そしてフラッシュをハイトまで倒して、ただこの後のリルベルト選手の動きも素晴らしいんですよね。これですよね、はい。そしてこの後のコクコク選手のウルトが、あ、メイク選手を狙ったんでしょうが、うまくいかなかった。そして素晴らしい。これで3人固まってますから、ハリケーンですからね。どうしようもない、まあ、ダメージが完璧に出る状況ですよね。カリスタにとってはこの上のない、チームの中断戦の状況ができてましたからね。おー、フック、吉明捕まった、ウルト間に合った。さあこれでクロックデイとウルトからテレポートお互い飛んできている。 NT は NT がダウンする。さあここでイコライザーもう一度打った、ムエキに当たった、ムエキステップからヒール、逃げますが2ダウン、2ダウンしているのはセブンセブン。さあクロックデイ、クロックデイ背中が発動で1キル効果に持っていく。さあスコッティ、ティント裏には間に合っているが1-3の状態で、ムエキローライフ。さあティントどこまでダメージを出し切るか、もう一度メガナードの素晴らしいスキルショットが出るのか。さあスコッティを倒しきった、ティントンが暴れる。
33交換セブンスヘブン、植木も素晴らしいプレー。ラスカルデスター先手綺麗に取ったんですがね、ルルのウルタが間に合ったというのも大きいと思いますね。あれは本当にあれでナーが来る時間を稼げたと思います。そしてその後のティンタン選手のプレー素晴らしい。あと植木選手見事に回答しきりましたね。やはりカリスタを捕まえるには単体の指定の対象指定の CC が必要ですよね。ちょっとラスカルデスター捕まえきれないですね。あ、そしてここでブルーバフのついに管理が途絶えそう、途絶えましたね。リプレイきますね。ここで時間を稼いだことがナーがいいタイミングで間に合ったんですね。ここトップで、そうですね、トップにいたちょっと残ってますね。サッティング選手が捕まっている。ピットンを狙いに行くのはラスカルでした。そしてリールベルト、インフレイダーだったら、ここクロックデイのウルトで石化してしまった。そして植木がダブルキル、アパメ多め使いましたが、クロックデイこれスローがあるので4キルゲットしたのはセブンセブン。クリスタルセプターが、スコッティが集団戦に参加できずですか。これは大きいですね。バロンにつながりますからね。あー、もうスコッティは無理と判断しましたね。これはブルのおかげなんですかね。さあ集団戦中にちょっとね、はい、リプレイ中に怒ってしまったんでね。ただナオがめちゃくちゃか、いやあれはそうですか、ルルのウルトにやってフルスが回復したんですよ。あとちょっとのところでルルが役立ちましたが、さあバロンを持ったのはセブンセブン、ユーグを一気に取りましたね。金額差も開きつつあります。6800ゴールド差。これはルルとモルガナがサポートタイプのチャンピオンが2つチームに存在しているというのが一つ大きく作用しているのかなという感じがするんですが、言ってもいいのかわからないですが、ジャングルじゃなくてもいいようなというか僕は強く感じるんですが、いや確かにルルをジャングルに使うことによってカシオペアとナーという強力なレーナーを配置できているんですが、なるほど。カシオペアは先ほどからいいプレーを続けてますし、ナーも素晴らしいスタンを見せてくれてますからね。これですね、なんとも言えない一方で、まあ、この有利を生かして7-7タワーかな、最低でも1本は取りたいところですが、ただビクターウェーブクレア能力高いですから、大丈夫ですか。いやでも終わりますか。のバロンバフ、ただし1本だけで終わりそうですね。3本目ブックデイに入ったが、これ5分4なので無理はしないですね。いやヘルスいいダメージ出ますね。さあ場面寄っているレーダーで確認、さあ潜って確認をした。ランブルがまだいないですね。コグソグ一度リコールしてますか。戻って何かを購入ですかね。さあもう一度 CG セブンセブン、ムエキが前に出た、ムエキ前に出た、スコッティ学がないゾーニャを使わせた。ムエキならこれは孤立したか、フラッシュを選択、リキピーがダメージ出す、イコライザー今度はいいぞ、今度はいい形に入ったが、ただ前に出てるのはティントン、ダメージを出していく。さあインビダーダークロックでフラッシュインからのウルトは後ろを向かれている。22交換、タワーが折れていない。ムエキがデッドシャットダウン。さらにはティントンもダブルジャンプでは逃れられない。ウルトリッチキルは返しましたが、エースゲットしたのはラスカルジェスター。あれですか、無益ムーブですか。ゼロストムーブならぬインプムーブならぬ無益ムーブがここに来て出てきてしまったのかなという感じがしますね。ただ無益選手確かにこういうプレーは1回目ではないですからね。何度も見せてますね、はい。まあ、ようやくここに来て、まあ、ミスが咎められたという感じですが、これはさすがに
まあ見ている方々もまあいつものってだと思いますね。いつもの梅木さんのプレーがここに来てようやく見れたという感じかもしれないですが、なんかこう傷口をチームで広げていった感じはありますね、集団戦の進め方がどうしても、はい、傷をつけたのは梅木さんですが、その後もついていってしまったセブンセブンの判断、まあらしいのかもしれないですねまあだからこそのエンターテイメントチームなんでしょうか、だと思いますね。まあ、ラスカイジェスターとしてはこれを生かして逆襲を決めたいところですね。先ほどビクターがマナがなかったというのがチームファイトのところで影響しました。今回はありますよね。ただフラッシュがないんですよね。ここがどう出るかですね。一方ティントン選手フラッシュあります、ウルトももちろんあります。ビクターとしては非常にポジショニングが難しい形になっていると思いますね。さあドラゴン、ここ注目ポイントではあるでしょうミッドレーンを押し上げているのはクルーズラスカルジェスター、そしてなんといってもスコットラーを取っているのもラスカルジェスターという流れ、ドラゴンを開始しています。さあリッピーのウルト、ダメージやはりいいダメージが入る。さあイコライザー、こう素晴らしい。そしてフック決めている、ゾーニャも完璧だ。ラスコすごい素晴らしいとしか言いようがないが、ただスクロックでも返しているぞ。そしてティントン前線で壁役を引き受ける。さあ 2-2 交換、クロックデイのウルトも素晴らしかった。さあ場面もう一度打ち上げたい、ここはキルを持っていけるシーン。あーっとすりゃ渡れない、リキビーブリンクイン。さあ赤バフがある、ダメージを出してウルト、シャットダウン。いいですか、ウルトではないですね、今いいですね、ダメージがすごいですね、カシオペア。いやクロックデイ選手も素晴らしかったですよ。今9からいいでウルトに見えましたけど、ダメージが凄まじかったです。いいでしたね。あとビクターに対してウルト綺麗に決めたんですよね。いやー今のところで、おお、すごい。いやーブリンク、マジックレジストがなかったですからね、素通りしてしまいましたね。ちょっとリプレイで見たいですね。確かにランブルのウルト完璧だったと思います。ここですね、ランブルのウルト完璧、この後ですね、なんですよね。ただその後のクロックデー選手なんですよ、ここ完全にスコッティ選手止めてるんですよね。これが大きかったと思いますね。まあ、もちろん前線のところではティントン選手も素晴らしいウルトを決めてるんですが、ビクターを落としたことが大きかったと思いますね。素晴らしい。さあもう一度集団戦になりそうです。ドラゴンもう一度取り合いになります。もう一度取り合いになります。ちょっとリプレイが長いですけれども、でもすごいな。あーっと仕掛けた。さあただティントン、あースネア、さあメガナーもう一度行く、テレポートが入っているのは広角で、いや先にビールベルトがダウン、ティントンが前に出る、エンディ前に出る、ウルトがちょっと使えてない、ゾーニャだけになってしまったが、ここもゾーニャ、イコライザーはいい形で吉田がバック、ただクロックでルールのウルトもらっている。いやヘルスの大きさで3キルゲットしているのはセブンセブン、リキピはダメージは出しているが、スコッティもローライフリコールせざるを得ない。さあダーダン、インヒビターもこれは行くでしょう。そしてバロンに向かっています。このヘルスの回復量です回復します。タッチのペアはパッシブでものすごい量回復しています。分かってないですね、ラスカイジェスターは。分かっていたら高めに行くと思うんですが、さあバロンゲット、金額差は1万ゴールド差。そして名機選手は一人でドラゴンやろうというところですが、おっと、リールを狙って、あー無理はしませんね。おっとアパミン選手が面白い位置に飛んだぞ。ただバンシーがある、バンシーがあるので無理をしすぎると危ないんですが、
セーブはすごいですね。先ほどの集団戦、ランブルのウルトが綺麗に決まっていたんですが、やはり先に1人落としていた、そして狭いところでティントン選手のウルトが綺麗に決まったというのが大きかったですね。クロックレイ選手はそしてビルドが完成しましたか。完成しましたね。これいやカシオペア強いですね。ものすごいダメージ出ますよ今の装備は。これはちょっと先に通さなければならないんですが、カシオペアを狙うとですね、オメス選手カリスタが不利になるんですよね。ですからラスカージェスタとしては同時に倒さなければならないんですが、ただ確かにあのジャングルヌヌと、あ、ジャングルルルと言いながら、あのシールド張ってるのとフルト張ってるっていうのがあれはルルのおかげですか。はい、このシールド、ブラックシールドと通常シールドのこの2枚のシールドによって、確かにキャリー陣はダメージをかなり受けないで済んでますからね。すべてのこのレートゲームの集団戦を見越してのピックだったということなんですかね。ただ序盤に自信がかなりないと。そうですね、序盤崩れてしまったら元の木上ですからね。はい、ここさすがにセカンドパワー守りきれないんです。いや、ウルトを切りましたね。この次ですね、問題はこの次のウェーブ。いや、ダブルユースは痛いですかね。ちょっと踏んだだけでリルベルト選手のヘルスがこんなに。スタックがいくつ。あー、スネア、ティントン、ゲージ溜まった。イコライザーを張って増量、いや素晴らしいウルトのディント。スコッティも増量、広告フラッシュアウトだが武器追撃。リルベルトウルトを張っていますがもうかけない。あー、ただ武器行き過ぎた、タワーダメージもらってダウン。リキビも2キル持っている。さあ後ろではクロックでローライフ、アパメンがライフが高いが、ただこれクリスタルセプタースローの効果がありますので 2-2 交換、タワーゲットしたのセブンセブン。またしても無益ムーブですか。またしても無益ムーブですね。もっと手堅く試合はまとめられるはずなんですがね。まあそれが、まあ彼の強さでもあり、まあ、楽しさでもあるのとあるのかもしれないですね。ほっさ発作ではないと思いますが、ここですね、捕まえました、入りました。武器選手が綺麗に決まってるんですよね、ランブルのウルトとビクターのダブルのコンビネーションが、はい、ただあのエンティ選手捕まえて前に出て、エンティ選手どうしようもなくて左側に出るっていうあのどうしたらいいんだっていうエンティ選手 の、 あの困惑顔ですよね。面白かった。いやどうすればいいんだと思うと思います、誰もが。あとあれ何でしたっけ、カリスタのウルトで捕まえてるときにカリスタがデッドした場合は卵のようにそこに落ちるんですよね。なるほど。アニビアのエッグみたいにそこにポンと掴まれたチャンピオンが生まれるっていう。なかなか目にする光景ではないですよね。ここでカリスタがボットにいる、そして敵が狙ってるというのが分かっていて無理はしてないですね、セブンセブン。むしろバロン周辺の視界を確保することに一つ、力を割いているのかなという感じがしますが、このトラップで突破のセカンドタワー、まあ、相手が見えた瞬間にミルベルト、これ狙うんじゃないですか。さあブックガード、あ、ブラックシールド、ブラックシールド、スネアは避けている、ナイスブラックシールド。ここで、まあ、バロンの警戒ですよね。セブンセブンとしてはここで視界を渡したくないと思いますね。ですから複数人でこういった形でローテートして視界を消しつつ敵に圧力をかけてバロンの近くに寄せないようにしてますね。アスローが入った。圧力が非常に高いのがセブンセブン。これだけフルビルドに近いイズリアルのダメージを7まで受け切ったんですね。アパメンウルト、リールベルト後ろにいる、ここ仕掛けるぞ、仕掛けるぞ、うん、いや読んでいる、セブンセブン読んでいる。
ヒントは一度メガナールなんとバックを選択しましたね。もう一度リルベルト狙っている。どこを狙う、ブロックプレイなのかミユキなのか、どっちを狙う。フラッシュインフック、いやこれエンティボディブロック。さあイクロイズ入っているが、ここでティット前に出るが、メガナールのゲージがないが、リキピダウン、クロックレイがダメージを出し切る。そしてカリスタの無益からのウルトで打ち上げ、ダブルキル持っていくのはクロックデイ。装備差が出たなという感じがしますね。エンジ選手は今度はウルト行くよとそういうプレイが見えましたね。いやノーデッドですから何でしょうかな。はい、見て勝利したのはセブンスヘブンとなりました。